こうか。なるほど。でもどうやって、あ、そう、これだけ落としてここで消せばいいの。え、なんで一緒に消えんの。近づいてることに気づいてるのかが分かんない。その大体合ってるんだけど。ああ、これ来たでしょ。これ来たでしょ。これ来ましたよ。だってほら、あとこれ削るだけじゃん。なんでもう。これ来たでしょ。もうあのね、ゆうさんのね、ボソッとしたツッコミが好き。一緒にいると不幸になるかな。一瞬あ、ダメか。紫がくっつかない。紫をくっつかなきゃいけない。そうなんですよ、そうなんですよ。そのつもりで俺もやってるんですけど。なんか、そう、なんか、まあいいや、なんか面白い。こうか。で、こうで、ドゥーンでいけば、ほら、ドゥーン、あ、一緒にいけたー。もうダメだ。惜しいんだけどー。それに8回どころか、その倍数でも無理かもしれない。まあですよ、ちょっと待ってよ。まあ8は絶対かかるのは2桁が分かるけども。だいぶ積んでるぞ。いや、なんとも言えない感じ。あれ、一緒に消えた。なんでだ今、惜しい、惜しいとこ来てんの。これはもう、ここまで来たら同時消しにならないように。すごい、ヒントまた意味ねえよ、俺。ここの5人は、最初にパッと見て、2、3秒考えたら、あ、うんって、分かるんだよ。これもね、ちょっと時間かかってるんだけど。これも、ちょっと時間かかってるんだけど。結構時間かかってるけど。そろそろ時間かかり始めたんだけど、でも、でもグレン君も同じことやりすぎ。うん、まあ、自分もそう。あれ、消えない。青隠しちゃったんじゃん。体感そうか、青隠さなきゃいいのか。じゃあ、お、成長したぞ。お、楽しいよ、スタート切ったよ。からのからの青隠しちゃった。そうこうかで、あれ。いやいやいや、自分あー、逆逆逆逆逆逆自分の発言に自信を持とう。自分に自信を持とう。やべ、1個目だったっけ。で、こうで言ったことはやってみようぜ。そうなんですよ、それは分かってるんですけど。そうなんですよ、それは。いいよ、いいよ。いや、良くない。考え方は良くない。考え方は、あれ、消した。ちょっと待って、頭が曲がってそう。頭が沸騰しそうだよ。ルビを爆発しろ。ここか。いや、それさっきやった。すげえ、この焼きそば紐結んどるわ。あー、ダメだ、これ間違えちゃう。いや、食うのもったいないんだけど、この紐結んどる。トシ。あー、間違えた。焼きそば紐結んでんだけど。あ、でも合ってるか。まだいける。これ焼きそば紐結んでんだけど。こうか。珍しい。写真撮ってあげるのにしや。さあ、これさっきと同じだ。どこで気づいた。それ全部やってから。あの、なんか点滅したら気づきました。点滅したら消えてるね。消え始めてるね。どうしたら気づいてくれると思う、この子。で、分かるようになる。誘導してあげればいいんですよ。そこを置いたらこうなるから。つまりダメか、最初と同じだ。でもなんか最初に戻って。あのさ、全部くっつけろよ。ね。これどういう順で消そうとしてる。どういう順で消そうとしてる。え、消す順番とか多分考えて。え、全部消えればいいんですよ、だから。多分こいつの中では頭の中で最初に青、あ、一番最初に青で消えるっていうのは多分理解してる。理解してるけど、たまに間違ってるんですよね。そこまではあってんだけど、うん、そっから、この、これがね。あー、なんでだ。いや、なんでだって、お前。あ、間違えた。なんでだもん。どうしてだもん、お前。なんでだって、こっちが聞いてる。本当だよ。こっちが聞きたいよ。ちなみにね、トシ、こいつの1手目が合ってた確率が今のところ 10% ぐらい。あれ、これ合ってないですか、これ。だってこれ緑どう消すの。ほんとだー。ほんとだ。そういうことか。そりゃできないわけだ。ここに置くと一緒だから、ここに置いてあげると
なんかこれてってててててとかねん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 みたいな感じ。緑どうけすんの。あー本当に緑逆なんですよね。だから冬のためなら消す。だからここでこう来たら緑の逆だからこういうことで。おーいい感じじゃないのこれ。やっとして紫消す。紫消す。紫消す。あ紫どうけすんだこれ。紫遠く行っちゃダメだから、うん、てかさっき逆っつったのが逆じゃないような気がするんだけど。つまりよく考えてよ、さっきの形で崩れていくってことは、そうか。あで俺のシシロそうかで、こうだ1、2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 
ったの。一個だけ聞いて、お前できるって分かったのどこ？4個目が落ちた瞬間。でも言ったタイミングさ、4個目が消えたタイミングで言ったよね。3個目の時に、まずは失敗を確認して、4個目が消え切った瞬間に、お、できたみたいな、そんなノリだったよね。で、どうするの？こうですね、今までの経験からして。経験論ね、いいよ、いいよ、経験論って大事、経験論って大事だよ。うん、そうだね。こうだもん。で、あ、なるほど。一回なんかじゃないんですよ、じっくり分かっていけばいいんですけど、こうか、で、こうだ。ほうほう、それで、ほうほう、それでよしよ、あー、今失敗したかと思った。三連冷めて失敗したかと思った。全然いけんじゃん、やっぱり。あー、いけるとよかった。これやばい、よかった。しかしない、ここでしょ。で、経験則、経験則、経験則だよ。で、緑を、個人的に物を言うのが経験則。わー、危ない。こうだ。で、からの、え、パキャク、こうや、はい、パキャク、プチュン、全部消えちゃった。全部消えちゃった。すごいプチュったね、今ね。つまり、それ最後、紫が黄色で起爆するってことは、そう覚え、紫黄色で起爆する、じゃあここだ。最後紫黄色で赤を消さなきゃいけないから、ここに止めなきゃいけない。でも、こうすると紫ここにいる意味ないっすよ。あれ、まだある、紫の意味ある、あ、ないな。あ、惜しい、え、惜しいね。来てるんですよね、だから惜しい。あ、まあ、うん、そうか、そうだね、そうすればいいね。こうか、で、ここに置いちゃダメだから、ね、こうか。で、緑どうやって消すんだ。うん、あと赤もどうやって消すの。いや、これいけんじゃないですか。だってここ消せば黄色も何もない。あ、そっか。いや、今の黄色が下にくればいいから、ね、かなり惜しかったんだけど、いいんじゃないですか、だから。どうしよう、初めてこいつが考えてるように見えてる。そうすると、さっきの間ね、でも、ね、でもここに置けば黄色が消えるから、緑が消えない。でもこいつ、あのね、残念ながら考えてるように見えても考えてるんだろうけど、できるできないは別だよね。マジ、もう一回、あの、ユウさんの流行語大賞ノミネート作品を聞きたい。あ、そうすると羽鳥屋だと同じような感覚で、紫は凍結の。うーん、ちょっと待って、これ来てるんだけどな。来てるよ、すごい来てる。おお、おお、いいよ、いいんじゃない。からのあー、いいと思いますね。俺そんな行かないっすよ、実際。いや、俺そんな行かないっすよ、いただきました。溶けた？来た。お、来た。マジで？あ、ダメだ。あー、待って、言ったじゃん、今の。だから、2個消しダメなんだって。知ってますよ。グレー君、グレー君、あの、2個消しの意味知ってる？はい。何？あ、2個になったら消えるじゃなくて。ちょっと待ってくださいね。あー、でも違うところ。2色同時に消しちゃうから。そうですね。グレー君、来た。あ、来てねえや。あ、木くよで点火。あ、そっか。ヒント見ちゃダメ。赤、紫、緑。いける。赤、紫、緑。え、赤一番下じゃん。あ、黄色が一番最初か。赤は紫黄色だから、紫の近くに赤置いといて。なぜそもそも3列なのか考える。気付用で点火、ダメだ、気付用で点火できない。紫も同時に消したしな。むずい。ここだ。で、赤を近くに置いてあげるじゃん。うん、黄色どうやって消すの。どうやって点火するんだよ。あの、気付用で点火。あれ2人でやってんじゃん。
喧嘩する場所を開けようよ。そうですね、それですね、やっぱ嘘ことし、嘘ことしそうことしそれさ、どうやってさ、赤と紫を消すようにうまくいって黄色がなあ、こっちも仲間こっちもなお医者さんが、そうか、じゃあここに紫を置いてあげればいいんだ。お医者さんが優しくなってきた。ここで、こうで、でこいつここに、あ、置けないね置けないね置け思うんだけどさ、こいつ教えてたさ、学校の教師ってさ、忍耐力ありすぎんだろ。いや、コーチしたんだろうかな。あ、その結果がこれコーチングしたと思ったら、コーチングですか。誰がうまいか。うまいこと言えない、言えない。どうしたん？あれ？黄色出てんか。そうか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 。だから紫がなんか2個重なっちゃいけないです。あー間違えた。あー間違えた。なんで一直線？こうっすよね、まず。だからでその次にこうだ。お、ちょっと進んだ。こうで。これは進んだ。あ、逆だ。しかもそれ逆だって言うけど、それ馬消したとしてもそれ紫下に2個いって終了のお知らせだから。あ、だからちょっとマットさんもうるさいもせるからもうちょっと待ってください、やらせてくださいとりあえず一回。オッケー、間違いない、今のは確かに、ね、今のは確かに俺が悪い、そうだね、そうだね、お前が悪いんだよ。こうじゃん、あれ、なんで紫、惜しかった、今紫がどこに行くんだから。いや、もうね、それくらいの、そうか、あ、神が、神が降りた、神が降りた、そうすると、紫と黄色が一緒に消え、ない、このね、その以前の話、赤が下に行くのは間違いない。もう今ね、あの、だんだんと罵倒してたベイ君の周りがサスケオールスターズの応援する側になってるから、今こうだ、一生懸命山さんぽじゃん、こうだ次、山さんでしょ、そう山さん行ってこい。お、2位、お、やったー、終わった終わった、やった、4連鎖目で気づいた。なんか思ってたのと違うとこから聞いてヒントじゃない、開口終わった。もうさすが次に来るよ、行けた、やったじゃん、来たな、これまあグレン君、余裕だったでしょ。いやでも俺ね、正直ね、4時超えると思ったんだよ。お、マックス、マックス、もっとこういう風に積まないと5連鎖無理だろ。